こんにちは、小島由です。小島由です。はい、というわけでですね、今我々はイギリスのですね、はい、ヘプタンブリッジというですね、マンチェスターから、まあ、ちょっと30分ぐらい離れたちょっとちっちゃな町でこう生活をしているんですけれども、タイトルにある通り、イギリスに到着して実は私たちは濃厚接触者になってしまって、ちょっとね隔離をしておりました。はい、で、多分これからイギリスに行く人だとか、今のイギリスどんな状況なんだろうみたいな気になってる人向けにですね、こういう動画を撮ってるんで、はい、まあ、なんかこうちょっと参考になればいいなと思って撮ってます。です。で、まず大前提、我々今現段階では PCR もして陰性でコロナになっていないんで、はい、まあ、その辺はちょっと安心して聞いていただければなと思いますし、はい、ちょっとね、そのどういう流れでどうなったのかっていうのをですねまず、11月の16日に我々はスイスからオランダ経由でイギリスのマンチェスターに到着しました。これ着いたのが夜の10時とかだったよね。そうだね。で、友達が迎えに来てくれて、そのまま友達のお家にまっすぐ行きました。はい、で、僕らがイギリスに行った時の入国ルールとしては、なんか書類を書いて提出するっていうのと、到着してから2日以内に PCR をする、48時間以内、うん、っていうだけだったんですね。うん、で、それは、ワクチンを2回打ってるっていうのが大前提の話ですね。それをすれば隔離が必要ないっていう状態でイギリスに行きました。ただ今現段階はイギリス渡航すると多分隔離が必須になってると思います、今現段階ではね。なのでちょっとそのあたりは他のね、今出てる情報を確認していただきたいんですけど、まあ、とりあえず11月の16日に我々はイギリスに到着しましたと。で、 PCR をついてから2日後の18日にやりました。で、陰性でしたと。はい、で、その2日後の11月の20日に NHS っていうイギリスの国民保険みたいなところから、あなたたちは、コロナ陽性者と接触した可能性がありますというメールが突然来たんですよね。とか思ったんだけど、うん、次の日ぐらいに結構電話が来て、そう電話出たら、そのなんかメール送ったリンクからちゃんと手続きしてくださいみたいなこと言われて、うん、あ、これ必須なんだと思って手続きをやったんですよ。そのなんか選択肢があって、こういうことしました、こういうことしましたみたいな、ワクチンは日本で打ってみたいな、やったら最終的にあなたたちは隔離の対象になりましたみたいな、結果になって、マジっつって、で、11月の26日まで隔離をしてくださいっていう指示が出たんだよね。20日の夜にメールが来て、11月の26日までの隔離になりますって言われたの。で、隔離は10日間っていうのね、単純にマイナス10したら着いた16日に接触したっていう計算になるのよ。だけど着いた日から僕らはもう PCR をして陰性だったから大丈夫じゃんってことを説明したんですけど、いや、それでもルールはルールだからみたいな感じで、結局、私たちはワクチン2回接種していて48時間以内の PCR も陰性だったんですけど、 UK のワクチンじゃないと濃厚接触者の人は隔離が必須なんです、なんで、10日間の隔離っていうことで11月の26日までマンチェスターの私の友達のお家にいました。で、なんか濃厚接触者の、定義みたいなのっていろいろ出てて、私たちも確実なのはわからないんですけど、噂によるとというか、いろいろなサイトを見てると、なんか2メートル以内に15分間いただとか、あと飛行機でいうとなんか前後2列とか、そういうのがいろいろあるらしくて、結局私たちはおそらく飛行機内で接触してっていうことになると思います。で、さらにそのメールが来てからもう一回 PCR 念のためにやりなさいってことも言われたりとかして、で、僕らはそのと言われた日 PCR また予約して11月の22に PCR をまたやって、はい、それは陰性でした。だからイギリス着いてから短期間の間に2回 PCR やってるんだよね。ちなみに、1回目の PCR は、渡航する前に自分らで予約して検査キットで、それを僕らが滞在する友達のお家に送って、着いてからテストするっていう感じだったんだけど、いくらぐらいだったっけ2人で8000円ぐらい。そうね、8000円、9000円ぐらいかな。で、ただ2回目の PCR に関してはこの国来てから予約して行くやつでタダだったんですよ。お金かかんないで、しかも車内で全部済ませる。友達が車でそこまで行ってくれて、車でそこ着いたら係の人が来て、予約したなんか QR コードを見せて、で、検査キット渡されて、その場で車の中で PCR やって、で、また係の人が来て、はい、終わりましたって渡して、で、24時間後に結果が出るみたいので、はい、メールが来て大丈夫でしたっつって、引き続き26日まで隔離してくださいっていうことで、
で結局隔離っていうのはスーパーとかにも行っちゃいけないんですよ。なので私たちはまあ友達家にいて、友達がいたので、うん、友達にちょっとスーパー行ってもらって、うん、食材とか買ってきてもらったっていう感じなんですけど、うん、多分一人だったらなんかその NHS に多分それを言って、そう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 、その人たちに買ってきてもらうとか、どういう流れなんだろう、なんかいろいろあるみたい、ヘルプ必要ですかみたいなメールは来てるんだけど、別に大丈夫ですよっていうことで。だけど何を僕らが言いたいかっていうと、結構その NHS っていう機関も結構こう今ピリピリしてるなって思ったし、うん、結構旅行者とかを追いかけてるわけじゃないんだけれども、うん、慎重にこう狙ってこういう連絡はしてると思うし、うん、で電話がよく来るんだけど、電話してくるやつらがバイトなんですよ、普通にテレアポみたいなマニュアルをただただ読んでるみたいな感じで、マニュアル通りな感じの印象だったね。なんで、まあ、結局僕らは本当に何だろう、期間が決まってイギリス着いてから何日までいるとかっていう感じじゃなくて、うん、本当ノープランで来てるんで、うん、入れるだけいたいんで、友達のところでその友達もじゃあしょうがないから26日までお家でいいよっていう感じだったから、うんうん、正直何の不自由なく普通に隔離できたんだけど、やっぱね、例えば今からイギリス旅行を考えてたりだとか、うん、短期間で行くっていう人はぶっちゃけおすすめしないかな。ちょっとリスクが高い、リスクが高いのよ今は。もしね、ホテル滞在とか、うん、観光で何日までってなってる人が濃厚接触者になってしまった場合は、うん、もうホテルの滞在もその隔離の終了期間まで延ばさなきゃいけないし、うん、その分お金がかかるっていうのもあるし、うん、結局観光外に出られないので、うん、何もできないままお金だけかかって帰らなきゃいけないみたいなことになりかねない。まあでも実際本当に僕らは隔離してる間はね、友達と一緒に入れたんで、うん、楽しくご飯作ったりだとか、うん、まあ、結構簡単飯をね、そのスーパーで買ってきてもらって、うん、お家で作って遊んだりとかしてたし、あ、であとどうやってそもそも NHS が僕らをこう位置とか調べてるんだろうって思ったんだけど、携帯のアプリの中に接触通知っていうのがもう今デフォルトでみんな入ってると思うんですよね。でこれっぽいんでね、うん、おそらくこれとか、あとは Bluetooth でなんか近くにいる人を、うん、なんだ結びつけるみたいなものもあるらしくって、うん、それがオンになってて近くに陽性になった人がいた場合はおそらくメールが来るって感じなのと、あとそのメールの内容も結構難しくて、これどういう意味なんだろうみたいなのが多くて、私たちは幸い友達、イギリス人の友達がいたんで、うん、聞きながら、あ、これはノーだよ、イエスだよって教えてくれたんですけど、うんうん、だから旅行は結構大変だと思うな、うん、まだまだイギリスは、はい、でも学生さんとかで留学決まってる人とかどうなんだろうね。そういう人も多分提出とか書類とか全部準備してくると思うんだけど、結局隔離対象になる可能性はすごい高いんで、そうですね、 UK でワクチンを打ってない限りは隔離対象になる可能性はある、うん、その辺は気をつけた方がいいかもしれないですね、はい。まあ、なんでそんな感じなんですけど、結局我々はまだまだあのイギリスにこれから長く滞在する予定なんで、今私たちは無期限無計画の海外生活を送っていて、 Vlog も更新してるので、はい、もし興味あったら概要欄から見ていただければと思います。お願いします、はい、そんな感じで、はい、小島でした。ありがとうございました。ありがとうございました。今後よろしくお願いします。お願いします。